2032年11月16日13時7分54秒66蒼天から舞い降りた異星人による地球侵略が始まった。混乱の数週間の後、人類は兵力を結集して反撃を開始。しかし攻勢に転じることなく年月は流れ、滅亡の淵に追いやられていた。開戦から19年、残り12人となった人類は彼女の覚醒を待っていた。彼女こそが人類に残された最後の切り札だった。起きてくれよ。さっさと動け。手順通りやった。もう待つしかない。大手が金ぶりゃ全部起きるって。ふざけるな、スパゲティ野郎。だったら、やめろ。人類滅亡まであと12年。カウントダウンはやめろ。
なんとまあ可愛らしい最終兵器。でもすげえやばい性能。期待できそうだな。勝利の女神登場か。ガキじゃねえかよ。助けてもらってそれはないだろう。なあ、あんたたちも敵なの？違う違う、敵は攻撃してくる奴ら、俺たちは…うん、分かった。先が思いやられるぜ。あれは誰？知らないの？彼女の名前はシングラブ。この戦争が始まった頃は本当に知らない。そうか。こちらマリオン、ホブス、状況の。ジョン、コウイチ、トニオが死にました。了解。それで。眠り姫は無事覚醒。よろしい。直ちに当地区にシスコポータルで合流だ。了解。敵襲！逃げろ！トレーラーはどうする？捨てるのか？まさか！俺たちがここにいるとこいつも完全にぶっ壊れ、一度離脱してまた回収に戻る。了解。さあ逃げろ！さあ逃げなさい。これを持っていくんだ。泣かないで。力いっぱい走るんだよ。なんだ、立ったまま昼寝。お嬢さん、戦闘開始だ。わかった。ESS コール、お嬢さん。さすがロスコル先生。何それ、皮肉。チャンネルは常にオープンだ。聞きも、そういや紹介が。シャオミンリーだ。シャオミンさん、リーさん、どっち。ドガエフ、モブだ。ラーズ・ヨハンソン、よろしく。ヤオヤオヤオ。ディ俺はロスコルシェ、戦闘中以外は。さーてよ。はいよ。これよりシスコブランチ、トレーラーを自走拠点とし。敵がいっぱいだろ。こっちには。お手並み。まず第一段階として、目標は敵アーマメント。敵はうんざりするほどいるぞ。やった！ターゲットの破壊確認。敵を蹴散らす若い娘。
コンディションはいけそう？うん、頼もしいぞ、お嬢。でもピンチになったら取り。敵が増えたぞ。ボサボサしてっとまた来るぞ。ダコダコ、楽勝楽勝。敵多数確認。残弾と体力に注意して。PSS コール、トレーラー周辺の敵排除を確認。ビールに一歩近づいたな。まずは資料通りの性能。話に聞く。ちょっと待てよ、新しい仲間に。あ、そう。なんであん。 PSS コール、敵ジェネレーターを確認。休ます。エリア S、敵ジェネレーター。了解。